どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらの SPG アメックスクレジットカードなんですけども、こちらはですねポイントサイトに案件がね出ておりますので、ポイントサイト経由でですね SPG アメックスね発行するのがいいのか、もしくはですねアメリカンエクスプレスにはですね既存の方の紹介を受けて発行するとですねプラスポイントがねもらえるっていうのがあるわけなんですけども、こちらねどちらがお得なのかっていうのをですね今回は解説ねしていきたいというふうに思います。SPG アメックスね気になられている方で発行ね検討している方はですねぜひね最後までご覧いただければなというふうに思います。今回の動画では先にね結論を言おうと思っておりまして、マイルもしくはですね初年度の年会費を下げたい方はですねポイントサイトハピタス経由でですね発行するのがねおすすめっていた形になっておりまして、もしねマリオットボンベポイントを貯めてですねマリオットホテルに宿泊されたい方はですねアメリカンエクスプレスの既存紹介制度をですね利用して紹介でね入会するのがお得っていた形になっております。それではまずですね一応ねこちらの SPG アメックスね簡単にね紹介していきたいなというふうに思うわけなんですけども、こちらね年会費が31,000円、基本還元率は 1% というふうになっておりまして、マイルの最大還元率が 1.25% というふうになっております。でですねこの 1.25% に上げるにはですねこちらの SPG アメックスはですねマリオットボンボンホテルポイントが貯まるわけなんですけども、6万ポイントをね一度にマイルに交換するとですね本来2万マイルのところはですね2万5000マイルに交換することができるっていった形になってるんですよね。ですので還元率にすると 1.25% っていった形になっております。でですね先ほども言いました通り貯まるポイントはですねマリオットボンボイホテルポイントっていう風になっておりまして、ポイントの利用先についてはですね ANA、JAL などの航空会社のマイレージ40社以上にね交換することができますし、またね貯めたポイントでホテルにね宿泊することもできるっていう形になっております。でですね国際ブランドちょっと隠れちゃってますけどもアメリカンエクスプレスっていう風になっております。でですねこちらの SPG アメックスはですね発行するだけですねマリオットボンボンホテルのゴールドステータスがね付与されるっていった形になりますんで、空室状況にねよるわけなんですけども、客室のアップグレードであったりですねレイトチェックアウトが利用することができるっていった形になっております。またですね年会費更新ですね2年目の年会費を支払った時に無料宿泊特典ということで5万ポイントがね一度にもらえるっていった形になっております。また宿泊宿泊実績っていうのがですね5泊分ねもらえるっていった形になっております。 SPG アメックスクレジットカードはですねマイルの還元率は 1.25%、 しかもですねマリオットボンボホテルポイントを6万ポイント貯めて一度に交換するだけで還元率 1.25% をね出せるっていった形になっておりますし、またですね更新特典で無料宿泊特典がですねもらえるということで、年会費はね高いわけなんですけども人気のあるねクレジットカードっていう風になっているんですよね。でですねこちらの SPG アメックスの入会キャンペーンなんですけども、ずっとね SPG アメックスのね入会キャンペーンっていうのは行われているわけなんですけども、入会後3ヶ月以内にですね10万円を利用すると3万マリオットボンボホテルポイントがねもらえるキャンペーンが行われております。でですね3ヶ月以内に10万円分利用するということで、通常決済分のですねポイントを入れるとですね合計で3万3000ポイントがねもらえるっていった形になっております。こちらはですね SPG アメックスの基本のね入会キャンペーンという風になっておりまして、このキャンペーンはですねポイントサイトから経由してね発行した場合であってもですねアメックスのですね既存会員の紹介からですね発行した場合であってもキャンペーンはね同じっていった形になっております。またね10万円の利用分についてはですね3000ポイントっていうお話をさせていただいたわけなんですけども、こちらはですねあくまで100円で3ポイントが貯まる決済という風になりますんで、この点はね注意していただきたいなという風に思います。というのも SPG アメックスはですね一般的な買い物であればですね100円で3ポイントね貯まるっていった形になるわけなんですけども、アメックスはですね一般的なね買い物に関しては通常通りねポイントが付与されるわけなんですけども、税金などですねある一部の決
済をする場合ですね、こちらねポイントがねつかなかったり半分になったりね、そういうのが存在するんですよね。ですのでこちらはですね公式サイトね概要欄に載せておきますので、こちらねチェックしていただけたらなというふうに思います。でですね、ポイントサイト経由がいいのか、もしくはアメックスのね既存会員の紹介からね発行した方がいいのかですね、比較ねしていきたいなというふうに思っております。まずねポイントサイトハピタスからですね、こちらねポイントサイトハピタスの案件なんですけども、ポイントサイトハピタスを経由してですね SPG アメックスを発行すると、発行するだけですね8000円分のポイントがねもらえるっていう形になっております。ポイントサイトハピタスはですね現金にも交換することができますし、マイルにね交換することもできるっていった形になりますんで、もしねこちらを現金で受け取りたい場合はですね、ポイントサイトハピタスからドットマネー経由ですね銀行振込でね受け取ることができるっていった形になっております。またですね ANA マイルにね交換する場合であればですね、ドットマネーを経由して交換していただければですね、東急ルートも利用することができるっていった形になりますんで、基本的にはですね 75% で ANA マイルにね交換することができます。またですね JAL マイルに交換したい場合であればですね、ドットマネーを経由していただいて JAL マイルにね 50% で交換することができるといった形になっております。またですねポイントサイトハピタスっていうのはですね2021年2月現在ですね、ドットマイル増量キャンペーンっていうのをですね3月までやっておりますので、詳しくはですね解説動画ね見ていただきたいなというふうに思うわけなんですけども、こちらねキャンペーンエントリーしていただいて発行していただくとですね、実質 ANA マイルですね 93.75% で ANA マイルにね交換することができますし、 JAL マイルに関してはですね 80% で交換することができるっていう形になってるんですよね。こちらのキャンペーンはですねポイント交換後にまたねポイントバックみたいな感じでポイントが付与されるので、あくまで実質、またですねドットマイル増量キャンペーンに関しては上限がね設定されておりますんで、こちらね引き上げるための案件利用はね必須っていう風になるわけなんですけども、8000ポイントをですね ANA マイルに交換していただければ ANA マイルには7500マイルにね交換することができます。またですね JAL マイルであればですね6400マイルにね交換することができるっていった形になっております。でですねまとめるとですね、ポイントサイトハピタスからSPG アメックスをね発行した場合については、アメックスのね基本キャンペーンでマリオットボンボイポイントね3万3000ポイントがね獲得できるという形になっておりますし、ポイントサイトハピタスからですね ANA マイルであれば7500マイル、 JAL マイルであれば6400マイルにね交換することができるといった形になっております。またですねアメックスの基本キャンペーンの3万3000ポイントなんですけども、こちらをマイルに交換すればですねプラス1万1000マイルがね獲得することができるっていった形になっております。こちらね合計するとですね ANA マイルであれば18500ANA マイルですね、また JAL マイルであればですね合計 17400JAL マイルにね交換することができるっていった形になっております。それでは次にですね、もしねポイントサイトハピタスのポイントを現金で受け取った場合ですね、 SPG アメックスのね年会費が3万4100円っていう風になりますんで、こちらね現金で受け取っておりますんで、初年度のね年会費が割引っていった感じでね初年度維持することができますので、初年度のね年会費は2万6100円でですね SPG アメックスね1年間保有できるっていった形になっております。またですねアメックスの基本キャンペーンはですねこちらでも利用することができますんで、3万3000マリオットボンボイポイントはですね獲得することができるっていった形になっております。まあ、この3万3000ポイントをですねホテルで利用するか、もしくはですねマイルに交換していただければ1万1000マイルにね交換することができるっていった形になっております。またですねマリオットボンボイホテルポイントをホテルで利用したい場合ですね、マリオットポイントはですね SPG アメックスの決済では100円で3ポイントっていった形になりますので、本来1ポイントね 0.3 円ぐらいのね価値っていった感じになるわけなんですけども、マリオットね宿泊する場合ですね1ポイントね1円以上でね利用することができればかなりねお得になるっていった形になっております。もちろんですね SPG アメックスね保有していればですねゴールドステータス特典とかもね使えるっていった形になりますんで、1ポイント2円とか3円とかですね、そういった感じでホテルの客室料金が上がればですねさらにねお得度は増すっていった形になっております。それですねこの部分だけねちょっとねミスがありましたんで取り直しねさせていただいております。
アメックスのね紹介ポイントの場合ですね、 SPG アメックスを既存紹介でね、入会した場合は基本キャンペーンがね3万3000ポイントねもらえるわけなんですけども、それとは別にですね紹介特典として6000マリオットボンボイポイントがね獲得することができるっていった形になっております。合計するとですね3万9000マリオットボンボイポイントがね獲得することができるっていった形になっております。このね3万9000マリオットボンボイポイントっていうのはですね限られてしまうわけなんですけども、このポイントだけですねマリオットホテルね無料宿泊することもできますし、マイルに交換していただければですね1万3000マイルにね交換することができるっていった形になっております。それではですね最後ねまとめたいなというふうに思うわけなんですけども、こんな感じに、ね、なるかなというふうに思っております。ポイントサイトハピタスの場合はですね ANA マイルに全部ね交換していただくと1万8500マイルがね獲得できるっていった形になっておりますし、 JAL マイルにね全て交換していただくと最大1万7400 JAL マイルにね交換することができます。またですね現金で受け取った場合はですね年会費が2万6100円プラス1万1000マイルっていった形になっております。またですねアメックスの既存紹介の場合はですね ANA マイル JAL マイルにね全て交換した場合は1万3000マイル、またですねマリオットボンボイホテルでね利用した場合は1ポイントね1円以上で利用することができますので3万9000円以上ですね利用することもできるっていった形になっております。いかがだったでしょうか。今回ですねこちらの SPG アメックスクレジットカードがポイントサイトの案件ね出ておりましたので今回ね解説させていただきましたけども、個人的にはですねこの SPG アメックスがですねポイントサイトの案件に今回ね8000分ということで結構ねポイント高い方だなって思いますので、どちらがねおすすめっていうのはですね本当に何を貯めたいかによってね変わってくるかなっていうふうに思いますので、こちらの SPG アメックスクレジットカードなんですけども個人的にはですねすごいおすすめのねクレジットカードっていうふうになっているわけなんですけども、やっぱりね年会費は高いんですよね。ですのでポイントサイトのね案件で初年度のね年会費が割引効くのであればですねポイントサイトハピタスのねポイントを現金で受け取ってですね初年度の割引ね受けるっていった形もいいのではないのかなというふうに思っております。またですねマリオットボンボイホテルポイントをですね SPG アメックス発行する期にですね貯められたいっていう方はですねアメックスのね既存紹介ポイントをですねもらった方がいいのかなというふうに思っております。本当にですね結論としてはね何が欲しいかによってポイントサイトハピタスの案件もですね取り方変わってくるかなというふうに思いますので、 SPG アメックスですね発行検討されている方はですねぜひね参考にしてみていただきたいなというふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますのでチャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。